キャビンアテンダントチャリティーカレンダーの発売は今年で10年目を迎えました。今年は初めて雲林県の北港朝天宮で撮影されました。台湾の宗教文化の美しさを表すほか、北港朝天宮で祀られている航海の安全を司る女神マソ様に無事コロナの危機を乗り越えられるよう祈りを捧げる意味合いもあります。キャビンアテンダントチャリティーカレンダーは毎年一冊の購入につき児童福祉団体に台湾元100元寄付する形で、捨てられた子ども、養子に出された子どもなどを支援しています。過去9年間寄付金額はすでに台湾元700万元を超えています。今年のキャビンアテンダントカレンダーは一冊台湾元290元、数量限定で6000冊販売しています。キャビンアテンダントカレンダーの公式サイトで予約を受け付けています。